でも主婦さんまだ元気はないんですかと、聞くんですね。もちろん神様のおかげで私は元気ですね。でもね、この間私は大きな罪を犯しました。それでスペインに行きます。2月9日、75歳になりました。その大きな罪を犯しましたので、75だったらね、やっぱりね、神様ね、やっぱり答えるんですね。何ですか何ですか、もう耳がここになりますしね。そしてね、昨日言うたんじゃないの、叱られるばかりよ。忘れてしまったんじゃないの。だから、私の考えではね、結局ね、75になったら、力がある、若さもある、ビジョンもある、若い人たちに任せなければならない。75だったら、やっぱり祈る時期が入らなければならない。人生は勉強する時期がある、働く時期がある、休む時期がある、そして祈る時期もある。私はその時期入りたいんですね。だから私たちは少し離れても、私の心の中にあなたたちはみんないる。私はあなたたちのために毎日祈ります。だから、これからもっともっと一致すると思います。と思いますね。お互いに祈りますので。私はね、説教するときに何回でも言ったでしょう。お母さんたちは、娘さんのために、息子さんのために、長い説教するよりも、長いお祈りをしなさいと。ね、なぜならね、私たちの、心を変わる人は神様です。しかいないんです。私たちどんな説教しても人間の心変わらない。神様だけ私たちの心変わることができます。だからお祈り時間が長くしないと、ね。そしてこれはね、なんですか、どうするんですね。だから私はこれからその祈る時期が始まりますので、私はその嬉しいですね。今まで神様がね、こういうふうに支えてくださいましたから本当に感謝しますですね。そして私はもう一つの何ですか、嬉しいことは、あなたたちはみんな本当にしっかりしてるから、しっかりしてるから、私は安心して帰ります。最後のアドバイスは一つですね。聖書はものすごい力がある。私たちは毎日聖書を読んだら、私たち一人だってなくて二人三人ですね、自分の家集まって毎日月2回でもね、聖書を開けて読んで味わう、分かち合う、すればだん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 このコミュニティ、この教会を、私たちはみんな宣教師ですよ。ね、ここに書いてある通りね、私もあなたたちに、あなた方、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。使わしてるよ。そのために洗礼を受けている。だから私たちはみんな宣教師、みんな、私たちの信仰を、ね、伝えなければならないです。聖書を読んだら、もう二人三人でも集まって聖書を読んだら、始まったら、分かち合ったら、ものすごい、どん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 、なんですか、その神様がね、私たちの心に入って、ものすごい違いますね。だからこれは私の最後のアドバイスです。みんな何ですか、洗礼を受けてるから、やっぱり聖書を読むということは、私たちは権利がある大きな恵みです。皆さんよろしくお願いします。皆さん、この捧げ物を全部の神である父が受け入れてくださるように祈りましょう。
ました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく、教会の信仰を変えり、お言葉の通り、教会に平和と意志をお与えください。うちの平和がいつも皆さんと共に、私お互いに平和の挨拶を交わしましょう。私たちの主イエス・キリストによって。主は皆さんと共に。また司祭と共に。全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。主の神様は8年間にわたって平等志望という中でお住まいである神戸中央教会からこの住吉教会へ通ってこられ、日曜日のミサだけではなくスペイン語のミサ、あるいは聖書のお話などでいろいろご指導くださいました。また星の園幼稚園ではクリスマス会の時にサンタクロースとなって子どもたちを楽しませていただいたことがあったと伺っており、まあ、感謝の気持ちでいっぱいです。私たちが普段の生活の中で困難な状況に陥った時、神様はいつも私たちと共にいらっしゃる。だからその神様を信頼して祈ると、神様は必ず助けてくださるとお話しされた言葉を思い出して頑張っていきたいと思います。また今日のお話の中でもありましたように、私たちはもっともっと聖書を読んで信仰を深めていきたいとも思います。日本での長い宣教活動を終えられて、スペインのピレネー山脈のふもとの美しい自然の中でよくお話しされていたご兄弟やご親族の方々に囲まれて、ゆったりと余生をお楽しみになることはどんなにか嬉しいことかと思います。でも住吉教会の私たちのこともずっと忘れないでいてください。そして最後に、長い間私たちを導いてくださった真の神父様のご健康と神様の豊かなお恵みを信徒一同、赤林神父様ともとも、心からお祈り申し上げます。ムチャスグラシアス、ムチャスエスト、どうぞ。これは、私たちの、気持ちです。どうぞお受け取りください。だか
これは住吉号、住吉のイースター号にも載っておりますけども、まあ、ホールでこれを置いて、何人かの方にメッセージを書いていただきました。その指揮して、これも主義の中様にお渡しした。これは DVD で、今までの水道神父様の活動の姿を記録した DVD で、一応出来上がってはいるんですけども、今日のこのミサとか、それからパーティーの模様を追加して、そして出来上がり次第、また神父様の方にお届けします。どうぞ楽しみに。皆さんありがとうございました。私はもう本当に何もしてない感じしてるね。でも皆さん本当に何ですか、一生懸命やってくださったこと感謝します。私はしなかったこと、悪かったことも許してください。よろしくお願いします。ある日ね、若い人は偉い神父さんと相談したかったんで、その偉い神父さんのところまで行って、そしてその偉い神父さんの部屋入ったら、本は2つしかない。そしてね、彼はびっくりしましてね、神父さん、あなたは偉いなのに、なんでここに何もないんですね。本2つしかないんですね。そして神父さんは、あなたもね、何か聞きましたんですね。あなたも偉いけども、あまり何も持ってないんですね。そして彼は、当たり前、私は旅人ですから。そして神父さん答えた、私も旅人です。結局私たちはみんな旅人ですね。これは忘れませんな。ある日、今日はここにある日、旅人。そして私たちは旅人だから、これからね、お互いに何ですか、祈り合って頑張りましょう。いろいろと本当にありがとうございました。ただいまお話にもございました。幼稚園の方では サンタさんの方でお世話になりましたので、いつもここフランスの方、スペインの方にもお戻りになられましても、身につけていただいて思い出していただけたらいいなと思って、神父様のお好みに合いますかどうかは分からなかったんですけども、気持ちだけ準備いたしました。ありがとうございます。感謝の祭が終わります。行きましょう。スペインに帰られても、どうぞ私たちのためにどうぞお祈りください。それじゃあ、シード神父さんのこれからのご健康を祝福して、そして私たちの感謝の気持ちを込めて乾杯。皆さん、ここに左にいる方々は私のいとこです。いとこ夫婦ね。私と彼と私はね、よく似てるとみんな言うんですけども、本当のいとこは彼女です。彼女の、マリさんですね。お父さんと私のお父さん兄弟。そして14日一緒に帰りますね。まあ、何もわからないけども。そして皆さん、ちょっと一言、今日はいつもお元気にミサに来てらっしゃる菊池さんの98歳の今日は誕生日だそうです。菊池さん、いつまでもお元気でお誕生日おめでとうございます。98歳おめでとうございます。おめでとうございます。どうも、はい、年を取ってボケてきましたね。
一応私ね、東京のカトリック関口のカトリック教会、あそこで小学校の4年生の時に大司教様から洗礼を受けましてね、で山門大司教様には献身の席も受けまして、ずっとあの関口の教会で教育されまして、とにかく門前のこのお経を読むっていうんですかね、何にも信仰はないんですけども、とにかく朝昼晩、今でも朝起きたらお祈りし、朝の祈り、お昼、晩は晩の祈りと修行の祈りと、とにかく今日神様がおっしゃられたように、心からお祈りしてるんじゃないと、本当にもうなんかもうただお祈りの本を見て1時間なんか、まあ、45分か50分ぐらい、だいたい朝昼晩と別々にお祈りをさせていただいてます。せーの、1de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.Vamos a darnos de ti, con una media, vamos a darnos de ti, con una media y un calcetín. Y no nos hemos ir, y no nos hemos ir, que hemos traído guardadas para romperlas aquí. Que no nos hemos ir, que no nos han la gana, que hemos traído guardadas para toda la semana. ¡Deau, deau!
でお願いできた。みんな送り、みんな送りに行っていいですかって。はいはいはい。もっと近づいて。みんなスペイン来てください。あ、スペインまでね。今日の聖火隊の練習日でね、お休みにして行きたいって言ってるんです。いいですか？OK。OK。皆さん、お元気で。